大谷選手にも同じ質問したけど同じ答え書いてます。回転数とかじゃないの？メジャーのスカウトも見てるんですかね。じゃあそういうところをね、多分見てますよね。大木田中アスリートチャンネル。さあここからですね、ここがすごいぞ侍ジャパンメンバー投手編ということでお伝えしていこうと思います。まあ侍ジャパンのメンバーどこが優れているのか、お話伺っていこうと思いますが、プロ野球における、まあ今ね主流になっているのが、もうトラックマンというね、データシステムも皆さんご存知だと思いますが、そのトラックマンの野球部門責任者の星川さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。キュー野球部の先輩です。あ、そうなんですか。はい、お願いします。ジュリさんと同期ぐらいですか。今年45です。46です。あ、今年47です。吉信さんの1個下ですか。1、3ですね、多分。これトラックマンってジジさん時代ってありました？いや、あるわけないじゃん。あるわけないです。あるわけない、はい、ここらバッティングセンターがやっとピッチャーの映像になったぐらいの時して、なるほどね、アームバーンからあとこう映像になって打てるようになった。ビジョンに変わったビジョンに変わったぐらいの時です。そう考えると相当進化しますよね。ですよね。いまだに理解はできてないトラックマンのことを。トラックマンって書いて星川さんどういう説明してらっしゃいますか。あの、まあ、一言で言うと弾道計測器。弾道計測、はい、弾道を計測する機械ですね。これ神宮球場とかバックスクリーン、バックネットの上見るとこんな板が張ってありますよね。板ですね。あれがトラックマンの要は板みたいな、これぐらいのレーダーが、まあ、いろんな球場に。あそこから軍事レーダーが出てる。レーダーが出ていて跳ね返り方が違うので、そのボールが動いてる、それでこう、まあ、その差分から計測をしている。もともとゴルフですか。ゴルフです。ゴルフから来てるんですか。ゴルフです最初は、はい。いやでもあの今回の WBC で一番メディアに映ってるのは星川さん。いや星川さん僕らが WBC のクリエイターで作った時も、はい、星川さんいましたよって送っちゃいましたもん。そう本当に言われましたよね。映ってたって。映ってた。あれ星川さんですかって。ですよね。すごい。だって大谷選手のデータバッティング後ろで撮って星川さんですし、山本由伸選手、ダルビッシュ投手、みんなと話しましたよね。え、何喋ってたかっていうの教えてもらえないですか。あの数字動向はちょっと言えないんですけど、はいはい、まあ、言える範囲ではこうどんなことを選手が気にしてたかとか、まあ、はい、まず投手編、はい、これ気になりますね。大谷選手はどんなところを見てますか。あのこれ僕大谷選手とダルビッシュ選手にどこ見てるんですかって聞いたんですよ、まあ、数字でデータの、データのこと、はいはい、当然メジャーリーグは30球みんな使ってますし、はいはい、ブルペンでも置いてるし、うん、みんな使ってる、当然知ってるわけですよ、うん、で例えばダルビッシュ選手が宮崎来て、はい、そしてあ、トラックもあるんですか、めっちゃ助かりますって、助かりますって言われて、で、あ、じゃあ撮るってお願いしますってなって、で、まあ、撮ってるじゃないですか、はい、どこ見てるんですかって聞いたんですよ。大谷選手にも同じ質問したけど同じ答え返ってきます。回転数とかじゃないんだ。何ね、軸だろう、なんだ回転数、回転数、何なんだ。僕は回転数かなと思ってます。いや、だから今の言い方だと回転数じゃない部分を見てるってことだと思います。うわ、同じ答え返ってきました。2人とも、項目としては何、回転軸、回転数、回転軸、回転数、変化量、変化量、変化量、あとリリースポイント。あ、リリースポイント大体大きく分けると4つ。大きく分けるとその辺、それはもっと球速、まあ、細かいといっぱいありますけどね。回転軸じゃないですか。ジジさんなのかな。リリースポイント。ここがブレたらダメよ、ピッチャーは。あー、絶対に、はい、なるほど。大体同じ位置で離さないと。これはプロの意見よ。なるほど。これは星川さん、お答えを、どことかじゃないですと。どういうこと、全体的に見てますっていうことと、もう一つは自分の感覚と合っているかを見ています。データがあって、どこのデータの部門ではなく、はい、だいたいこれぐらいの回転数の球を投げたなと思ってたら、そのだいたいそれに合ってるかとか、変化量とかもこれぐらいの変化量を考えて投げたっていうのが合ってるかどうかっていうのを、そうです、すり合わせていくためにトラックマンを使ってる。そうです。ということは、じゃあもう自分のある程度データ頭の中入ってるんですね。これぐらい力を上げて、これぐらい回転数、回転軸だっていうのも蓄積されてるってことですね。そうですね。なるほど、はい、絶好上、いい時の数値を知って覚えてるんですか、自分たちでね。ってことですね。覚えてます、はい、で負けた時にそれに近いと、ああいいかもしれないみたいな感じなんですかね、はい、プラス今本人が、まあ、練習中の球とかあるじゃないですか、うん、その球のイメージ、自分の投げたい球のイメージがまずあって、うん、それ通りにいっているか、一球一球見てる。一球一球見てます。2人とも一球一球見てます。へ、いや繊細なところで戦ってますね、やっぱり。でそれを見た日本人の NPB の選手たちもやっぱりかなり影響されてました。
初日の一番手がダルビッシュ選手だったんですよ、はい、まずは、はいはい、でブルペンに入るときはやっぱりこう、まあ、年功序列とか、はい、まあ、格的に順番ってあるじゃないですか、うんうん、はいはい、で一番初めに、まあ、当然宮崎のときはダルビッシュ選手が、まあ、一番年長だし、うん、格も当然バリバリメジャーリーガーなので、うん、一番初めに投げるんですよ。で次の日同じ、まあ、ところで投げたのが佐々木朗希選手なんですよ、はいはい、で佐々木選手に朗希君通る？あ、お願いします、一球一球見る、そうですね、見ますって、そこから各選手一球一球見るようになってるんですね。星川さん、これ多分 ここが一番難しいなと思ったのが、その石橋さんが宮崎キャンプ見に行った時に佐々木君を見てものすごい球が来てると、でも吉井監督が豊川さん、これね朗希まだこれで調子悪いんですよって言うんですよね、うん、ものすごい球来てる感覚としては、うん、でも調子悪いっていう感覚もある、うん、で数字がそれでどれだけ出てて、うん、調子悪いっていうことと数字ってどこまで何がこうすり合わせていくのかっていうのは、これ NPB は課題になってくるのかなって気もちょっとしたんですけど、その辺ってどうですか。おそらく佐々木選手は自分が、まあ、完全に調子悪かったですよ。で調子悪いの本人当然分かってて、うん、その自分のいい時と悪いいい時も当然本人知ってるので、うん、その違いは本人としてもこの辺の、まあ、こうなってるからっていうのは結果としてはここが違ってるなっていうのはおそらく分かってたと思います。数字で見ることそもそもそのボールが違うので、あ、そうかそうかそうか、もう NPB と同じ球には基本ならないんですよ、はい、ちょっとずれるんです、選手も揺れますけど、それを調整しなきゃいけないので。なるほどね、すごい。山本選手はどうでした。山本選手は、まあそうですね、結構いろいろしたんですけど、うん、やっぱり、まあ、全ての選手がまずボールが違うことで多少やっぱり調整アジャストをしてたんですよ、はいはいはい、で山本投手も、まあ、NPB の球通りの球が初めは投げられていなくて調整をしてましたね、はいはい、数値的に高橋宏斗選手の回転軸がとても良かったという話も聞いたんですけど、実際どうでした。僕も実際に目で見た感じと数字を見たんですけど、やっぱりちょっとうわすごいっていう、いやすごい、はい、そ, の話、え、それはその回転軸がやっぱり非常にいいってことですか。そう、まあ、どの項目がどれぐらいいいかはちょっとなかなか申し上げられないんですけど、はいはい、やっぱりこう単純に回転数が多いとか、うん、そういうことではないですね。やっぱり彼なりの他の選手はなかなかない、うん、あるんだ、ある特殊な項目がすごくよくって、あ、だからすごく見えるんだなっていうのはすごく、まあ、感覚と数字が合う部分。これ吉川さん、栗山監督ローテーションで、まあ、今回の7戦を全部考えてはいましたけど、例えば最後の決勝で今永投手のところで今永投手が例えばストラックマン的にあんまり数字が良くないっていうのがこうデータとしてお渡しすることも栗山監督あって、それを元に判断をするってこともあったんですか。要素としてはトラックマンにデータを元に、メジャーに通用するタイプのトラックマン数とかあるのかな、うん、ある、うん、そこは吉井さん結構意識してたんじゃないですか、ね、はい、吉井コーチ記事になってるんで、僕は言ってもいいかなと思うんですけど、はい、そもそも選手選考をするときにやっぱり当然参考にされてるんですよ。でその、まあ、結局ああいう数字は何かの数字が上回って多いから高いからいいピッチャーか、うん、まあ、そういうことではなくて、ね、うんうん、やっぱりこういかに他の選手と違うか、平均メジャーに持ってないデータ、はい、平均値からずれるかので、吉井さんはその、メジャーの平均値からずれてる選手、日本の平均値じゃないです、メジャーの平均値からずれてる選手を、その日本でもそこまで活躍してないけれどもメジャーの平均値からずれてる選手もいるかもしれないっていう意味では、そういうところもすごく気にされてました、ね、誰ですか一番ずれてるの。秘密です。知りてぇ、誰だと思います、一番ずれてる。高橋選手なんじゃないですか、やっぱり。大勢選手とかそうなのかな、思い出しそうだ、まあ、でもやっぱり決勝のラウンドで使われてる選手はやっぱそこに入ってくる、うん、そのリストに入ってくると思うんですよ、うんうんうん、
メジャーのスカウトも見てるんですかね、じゃあそういうところをね、多分見てます、ね、見てますよね。僕、はい、伊藤選手とかもあるんですよ。伊藤選手とか、いやでも使われてるとそういうことですよね。ヤクルトの伊藤さん、スライダーの伊藤智弘さんがあの人もすごいボケるんですよ。あの人もすごい出そうです。ギャングマンやったら出そうです。確かにそうです。いや、王さんとかの当時トラックはどんなデータが出てたの。そう、見たい見たい、それ見たい。確かに。みたいですね。なんか今で王さんはポロッと、いや、このデータ時代に自分がデータを使いたいどれだけ打ててるんだろうとか言って。1000本王さんまだ打つ気なの。もういいでしょ。このウェイトトレーニングのシーンがね、そのトレーニングはどれだけ打てたんだろうってポロッとおっしゃいますよ。面白いな。江川さんのストレートとかね、知りたいです ね、 すね、ドラッグマンのさ、数値で。藤川選手とかのストレートも知りたいですね。知りたい、そう、その当時のね。まあ、次回バッター編で、バッターもかなりこのトラックマンのデータを見ることによって、皆さん心境の変化とかパフォーマンスの変化があったようなので、ぜひご覧ください。アスリートのために作られた減らさず控えず落とすという新発想、糖質 45% カット炊飯器ロカボ。強くなりたい、今よりも上を目指すから大きくなれる。世界で戦うアスリートを目指すみんなの味方、成長期応援サプリメント、セノビル。